きです。やったな麦。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。世界一の幸せ者です。ただただありがたくて感謝の気持ちでいっぱいです。披露宴でみんなにアースマラソンのこと、寛平ちゃんからお祝いの言葉をいただいたこと、そしてここのサポーターの方からたくさんのお祝いのコメントをいただいたことを話しました。花芽さんのおかげで寛平ちゃんから素晴らしいお祝いの言葉をいただき、式も披露宴も無料で幸せな思いを食べました。いやいいことをした後は気持ちがいい ねちょっとしたことでね、こんなに喜んでいただいて本当に、まあこの喜んでいただいて、それをこうしてちゃんとブログに書いていただいて、それをまた読んだらもっとこっちもなんか勇気が湧いてくるし、気持ちでまた今日一日ハーフマラソンができます。本当にありがとうございました。ねえ、ほんで俺がまあ、ちょっとしたことやんか、なんかすごい俺ええ人間に見られてない？そうなんですよね、口にこのトマトソースいっぱいつけてる割にはスパゲティ食べてたからしゃあないけど、なんかすっごい、なんかみんなもなんかいっぱい応援してくれてね、ゆきちゃんよかったな、みんながこなしてちゃんと、ゆうきちゃん、ゆうきさんおめでとうございますとか、はあ、ゆうきさんおめでとう、ゆうきさんおめでとう、めちゃめちゃあるやん。なあ。よかったな。ほんとね、おめでとう。ブログ全部ゆうきちゃんに変わんのちゃうか。すごいな。ああ、俺もっとこれからええことしよう。ほんまに。ちょっとしたことがこんなに喜んでもらえて、なんか嬉しいな。本当。